30%も出せなかったみたいなこと言ってたんですよね。やっぱこれは経験の差かなって。そうですよね。はい、シローさんも最近でこそ海外かなり行ってますけど、はい、その海外大会慣れっていう部分では経験は あると、はい、そうですね。おっと今アベルセスね、これ結構アベルしんどいんですけど、はい、一発があるんでね、セス側も油断できない組み合わせなんですよね。で今このお兄さんっていうね、アベルがね、今開幕の一手が前捨て前蹴りをカウンターでヒットしてました、ね。はい、やるしかないって感じで突っ込んでった感じですかね。さあしかし須田体力リード、画面端を取っているのはプンコ。おっと固くいきましたね、後ろに下がる動きから押し込んで追撃と。そうですね、結構やっぱアベル戦得意みたいなんですよね。はい、でなんか福岡で自分と当たって、まあ、1回勝って1回負けたんですけど、はい、それでなんかアベルに負けるってことが結構あんまりなかったみたい でやっぱアベル戦結構詰めたみたいですね、またさらに。あ、その1回の負けで、はい、いやさすがのやり込みプンコセス。さあしかしさあ黄色かったがトルネードは決まっている。次は表からシャミダイパンだが、おお、いやこういうアベルがいきなり大会で来るとちょっと、はい、しかしねこのゲージない状況でアベルを壊されると何でもやられてしまうっていうね。あ、ここも補正切りの形、打撃はヒットしていたがスクリューで攻めを継続していく。さあ百列客のコンボを決めて画面端、危ないところは最後は中段。そうですね、あの中段ね、アベルはもうとりあえずガードするしかないっていう、こう、はい、読んでたとしても何もできないっていう。あ、ダウンすると相当厳しい組み合わせ。そうですね、さあプンコはこの表情、集中している。さあ少しインターバルを取っているか。そうですね、ちょっとベルト、お、逆にプンコに対してプンコに対してベルトだけ、でベルトだけベルトだけなんかちょっと、いや、あ、これあ、ちょっとプレッシャーかけてますね。脱いだ方がいいみたいな。あ、来ました。さあプンコのお株を奪うようなそして肩に T シャツをかけたいやーこれはいい煽りですね。おっ と, おっとタオルのように首に巻きつけたぞ。これはちょっとイライラしてる表情。いやかなりプンコの表情を伺ってましたがちょっとイライラしてるなこれ。プンコも来たもう何の大会だかわからないいやこれ会場結構寒いはずなんですけどね。寒いですねこれはプンコもさすが。いやでもねこの大会ね、はい、いつ配信に回ってるか分かんないからね、脱ぎどころが結構難しいんですよねだからプンコ下手したらねここで脱ぎどころが終わるかもしれないからね、はい、フードと次当たるかもしれないから。そうですね、とはいえプンコが脱いでいい結果が出たのがあまりない記憶があるんですが、さあしかしこの試合はノリノリ。うわー、上り中盤かす当てからの昇竜追撃いやー、まあちょっとね脱ぎどころはね、はい、ここで、ね、脱がないと。そうですね、ちょっと脱衣成功な感じですねこの動きを見てる限りは。うわっと、しかし逆卓にしたトルネードからどうする。お兄さん、うわー、突っ込んできた。今のは確定かな。うわー、どうなる、ガード。さあ、タンデンジですって、プンコの押し置きが始まる。こういうゲージないのはきつい。まあ、いる、バックスは勝った。いく勝利から EX スクリュー、ゲージが一気になくなった。さあ、大放出でダウンさせ、この中段が最後は中段。さあ、半裸対決はプンコに軍配。いやー、しかしこれは会場沸いたんじゃないですか。そうですね、はい、やっぱプンコを塗ると盛り上がりますからね。そうですね、ベルトを脱いだ時はどうなるかと思いましたけどね。はい、